ご覧いただいているのは清原和博氏に対して変化球で逃げずほぼ直球で勝負を挑んでいる名だたる投手たちの映像になる。しかしなぜ江川氏をはじめそうそうたる顔ぶれの投手たちは清原氏に対してこれほど直球を多投しているのだろうか。その理由については私には正直わからない。ただひょっとすると清原氏は通算本塁打数525本という歴代5位の数字を残しており、清原氏は間違いなく80年代90年代を代表するホームランバッターであったわけなので、清原氏がそんな時代を代表するバッターであったからこそ当時の一流投手たちは自分の直球がどこまで通用するのか試してみたい、力と力の勝負で抑え込みたいといったある種本能的な部分が刺激され、清原氏に対して直球勝負を挑んでいたのかもしれない。だが実際のところなぜ当時の一流ピッチャーが清原氏に対してこれほど直球勝負を挑んでいるのか本当のところはわからないが、一つ言えるのは清原氏はピッチャーが直球を投げたくなるような何かを持っていたのは間違いないと私は思う。またシンプルに空振りを取りたいとある種本能の赴くまま全力で投げ込まれるストレートと、それを打ちたいと豪快にフルスイングする勝負は見ていて気持ちいい。これぞエンターテインメントだ。